令和2年1月27日、阿蘇市内の巻の農村環境改善センターで、阿蘇ユネスコ世界ジオパーク講演会が開かれました。講演会ではまず、阿蘇ジオパーク推進協議会会長の佐藤阿蘇市長が挨拶しました。この講演会は、阿蘇ジオパークが日本認定から10年、世界認定から5年を迎えたのを機会に、 住民やジオガイド関係者を対象に、阿蘇ジオパーク推進協議会が開催したものです。講演会は、沖ユネスコ世界ジオパーク推進協議会の事務局長、野べ和弘氏を講師に迎えて行われました。野べ氏はスライドを使いながら、沖ユネスコ世界ジオパークは、なぜ世界ジオパークを目指したのかや、沖ジオパークの特徴、 今後の取り組みなどについて講演しました。講演の中で野辺氏は、沖は島なので、花や昆虫など、沖固有の生態系があるなどと話し、観光客には、ただガイドするだけではなく、なぜを一緒に考えるのがいいと話し、誇りを持って地域を語ったがいいとアドバイスしていました。会場には、 住民やジオガイド関係者らおよそ70人が訪れて、野辺氏の話を聞き、メモを取っていました。最後に質疑応答があり、参加者から、沖で貴重な動植物の洞窟などはないかなどの質問が寄せられていましたが、これに対し野辺氏は、注意するのではなく、こんにちはと声をかけている。そうすることによって洞窟がなくなったと答えていました。